農林専門学校は1945年に設立された旧制専門学校。新潟県立加茂農林学校は4年生、農学校で早くから農業専門学校への昇格構想を持っていたが実現しなかった。しかし1941年の本館小失1943年の 中等学校令による3年生への年限短縮などが重なり、同窓会の農戦昇格運動が本格化した。第二次世界大戦の末期になって、ようやく昇格が実現し、たまたま、鴨農林学校に大学研究室を疎開させていた、東京帝国大学農学部教授、庭かなえさんが、初代校長に任命された。創立当初は、 母体校となった鴨農林学校に併設された。第二次大戦後、鴨農林学校が存続方針に変更されたため1946年5月に校舎を明け渡し、村松町国、曽根の旧陸軍不評30連隊跡に移転。1949年に発足した、後進の新潟大学農学部は当初から新潟市内に、 設置の方針で1950年に新潟市小金町の振興者に移転した。1974年7月、新潟大学農学部はさらに現在の五十嵐キャンパスに移転した。旧村松高知時代に開設された付属農場は1951年3月、新潟大学農学部に正式に移管され、現在は新潟大学農学部付属フィールド科学、 教育研究センター高知ー生産部村松ステーションとなっている。ありがとうございます。